はい、皆さん、こんにちは。下田敬司でございます。今回は、ザイロリック、アロプリノールのメリット、デメリット、確認していきましょう。お薬メリット、デメリットありますが、しっかり分かってもらった上でお薬飲んでほしいということで、今回はザイロリック、一緒に確認していきます。じゃ、まずメリットなんですが、尿酸の生成を抑える。それによって、血中の尿酸値とか、尿中の尿酸値を下げるという効果があります。 じゃあ、尿酸値が高いと何が良くないのかというと、尿酸値高い状態を高尿酸結晶っていうんですが、この状態になると、尿酸が関節に蓄積して痛風発作を起こすですね。まあ、痛風発作って言ったらすごい痛いってことで有名なんですが、これが高尿酸結晶によって誘発されるとされてますね。で、あとは尿酸が腎に蓄積して腎機能低下を起こしたりとか、 尿酸がですね、尿中に排泄されて、尿路結石なんかを起こしていくよということで、尿酸値が高い状態続くと、痛風発作、腎機能低下、そして尿路結石につながるとされています。 じゃ、まず、通風発作なんですが、これどんな感じで起こるかというと、抗尿酸結晶が続くと、それによって関節に尿酸が蓄積していきます。尿酸って血液中にそんなに溶けないんで、あまりにも濃度が高いと、どん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 関節なんかに蓄積していくって感じなんですね。で、あることを機に、 関節から尿酸が溶け出す。で、この尿酸溶け出した時に、人間の体では、これは異物だとなって、白血球がそこにわーっと行って、この異物を破壊しようって感じで、破壊を試みるんですが、白血球というのは尿酸を破壊する酵素を持ってませんので、 そこで、尿酸にバーンってやられてしまって、白血球がバーンと破壊されます。で、この白血球がバーンと破壊されると、そこにまた白血球がわーっとですね、手伝いに行って、で、尿酸破壊しようとするんだけど、尿酸破壊できず、またバーンって破壊して、で、白血球がうわーっと寄ってってですね、そこでバーンとですね、強い、 炎症が起こるよということで、痛風ってむちゃくちゃ痛いよとされてるんですね。まあ、白血球が尿酸をですね、しっかり分解してくれればいいんですが、その力がないため、白血球が集まりまくって、そして炎症が激しくなるっていうのは痛風発作されてます。じゃあ、この痛風を起こりにくくするためには何が必要かというと、抗尿酸結晶を改善していく必要があります。一応、抗尿酸結晶っていうのは7以上の場合、抗尿酸結晶と診断されるんですが、まあ、尿酸値が7超えてくると、関節に尿酸がどんどんどん どどんどんままってていくと言われてますでこの尿酸値をね6ぐらいに保つと関節に尿酸が溜まりにくくなってそして痛風発作を防止することができるってことになりますんで一度でも痛風発作を起こしたことある人っていうのは高尿酸血症の治療をしていく必要があるよということです。 じゃ痛風発作になった。尿酸値高いから起こってるんだろうってことで、発作時に尿酸値をぐっと下げると何が起こるかというと、それによって尿酸がまたバーッとですね、関節が溶け出すってことが起こるので、痛風発作起こってる時っていうのは、痛み止めを飲んで様子見ます。 で、様子見て、で、ある程度症状落ち着いたら、尿酸値を下げていくって感じなんですけど、この尿酸値をね、ぐっと下げると、また尿酸が血液中にわーっと溶け出すんで、関節からわーっと溶け出すんで、それによって、また、痛風発作起こることありますから、尿酸値を徐々に下げていくんだってことになります。なので、痛風発作になった。尿酸値高いから起こってるんだろうって言って、抗尿酸結晶を改善するんじゃなくて、まず痛み止めで様子を見る。 で、ある程度落ちたまったら、尿酸値を徐々に下げて、そして痛風発作を起こさないようにしていくんだということになりますんで、常日頃からザイロリックを飲むことによって、尿酸値を下げて、そして痛風発作を防止していくというね、まあそんなことが可能ということで、まあこのザイロリックっていうのはメリットがあるよとされてます。 で、あとはですね、尿酸が腎に蓄積すると腎機能低下するということで、抗尿酸結晶を掘っておくと腎機能ですね、悪くなることありますんで、ここもね、注意が必要ということです。まあ、痛風発作に割とですね、目が行きがちなんですが、実は腎機能なんかにも影響があるよとされています。で、それに加えて抗尿酸結晶では尿酸が尿中に出ていきます。で、尿中に出ていくと、この尿酸っていうのはそんなにたくさん溶けませんので、どん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 尿中で濃縮して石になると。それによって尿路結石なんかを起こすようとされています。 高尿酸結晶になる。それによって尿酸が尿中に出る。で、この尿酸っていうのは尿の pH を下げます。で、尿の pH が下がると尿酸っていうのはよりですね、意志になりやすいということで、まあ、高尿酸結晶ですね。これが続くと尿路結石を起こすよということになりますんで、注意が必要です。 じゃあ、こんな感じで、抗尿酸結晶、いろんなこと起こるようとされてるんですが、ザイロリック飲むことによって、抗尿酸結晶を改善できれば、痛風発作を起こしにくくなる、腎機能の低下ですね、これを防止することができて、そして尿路結石誘発しにくくなるというメリットがあるんだとされてます。で、このザイロリック、これのね、効果を高めるために、もしくはね、このザイロリックを飲まなくていいようにするために、生活習慣気をつけてもらうと、抗尿酸結晶、これが改善しやすい、もしくはお薬を飲まなくて済むってことがありますんで、生活習慣気をつけてください。 まあどういったことに気をつけたらいいかというと。 フェトリスギっていうのは、尿酸が作られやすい。尿酸が出ていきにくいということで、抗尿酸結晶になりますんで、肥満の人は体重見直すのがいいとされております。あとは、食事についても気をつける必要があります。尿酸っていうのは、プリン体ってものを元に作られるんですが、このプリン体が多く含まれるものをやめることによって、抗尿酸結晶を防止することができるよとされてますね。じゃあ、プリン体多く含まれているもの何があるかというと、プリン体っていうのは、DNA とか RNA に含まれてるということで、細胞が密集してるところにすごく多く含まれてい 肉類、魚類、あとは肉類の中でも臓器ですね。レバーとか、腎臓とか、心臓とか、そういったところにすごく含まれてますんで、そういったものの摂取を控える必要があるよって感じになります。ちなみに、鶏の卵と、 タラコ、どっちが多いかというと、鶏の卵って卵1個で DNA、RNA そんなに含まれてないんですが、タラコって卵がわーっと密集してるんで DNA、RNA、DNA、RNA、DNA、RNA っていっぱいになってるんで、まあそちらの方がたくさんプリンターが含まれてますんで、 魚の卵にはプリン体たくさん含まれてるんですが、鶏の卵はそこまで DNA、RNA 含まれてませんので、プリン体ほとんど含まれてないとされてます。なので、どっちをね、食べたらいいのかっていうと、尿酸値が気になるんだったら、鶏の卵を食べてる方がいいよね、とされてますね。 で、あとは、尿をアルカリにするものがいいよとされてます。特に海藻類なんかいいとされていますね。尿がアルカリ化する。それによって、尿酸が排泄されやすくなるということで、尿をアルカリ化する海藻類、こういったものを積極的に取るのがいいよとされているということです。あと、これに加えて、適度な運動がいいとされてますんで、まあ、健康を保つためには運動がいいよってことで、まあ、高尿酸結晶にも運動がいいよねとはされております。 で、あと、摂取する水分量ですね。これをですね、気をつけるのがいいとされていますんで、たくさん水分を摂取することによって、尿酸が出ていきやすいとされてますから、そういったとこにも注意しておく必要があります。1日1.5リットルから2リットルぐらい水を飲むのがいいよとされてるんですね。で、飲み物で言うと、アルコール。これは良くないとされてますね。アルコール飲むことによって、尿酸が作られやすいということで、アルコールの飲みすぎは良くないっていことになってますし、それに加えて、果糖なんかも良くないです。フルーツに含まれると、これが分解される過程で、尿酸 生成促進しますんでアルルコールとか過糖の摂取こういったものにも気をつける必要があるんだとされてます。なので、生活習慣では、肥満に気をつける、食生活に気をつける、適度に運動する、たくさん水分摂取するというね、こういったことに気をつけることによって、尿酸値下げることできますから、こういったことに気をつけた上で、ザイロリック飲むとか、あとは気をつけて尿酸値がコントロールできるようであるならば、ザイロリックをやめることができるようとなってますんで、生活習慣の見直し、これがすごい重要とされてるということです。これが、高尿酸血症。 とザイロリックのメリットということになります。 じゃ、あデメリットどうかというと、投与初期に通風発作の一時的な痛みの増強、これが現れることがあるということですね。ザイロリック飲むことによって、尿酸値が下がる。それによって、今まで溜まっていた尿酸がわーっと溶け出して、それがですね、白血球に感知されて、通風発作が起こることありますんで、はじめに一時的な痛みが起こることありますんで、注意が必要です。なので、急激に尿酸値下げると、通風発作が起こることありますんで、徐々に下げることが大事とされているということですね。 で、続いては、重篤な皮膚障害ということで、これがかなり危険な状態なんで、ザイロリック飲んでる時に発熱ある、発疹あるってなったら、すぐに受診する必要があるよということで、まあ危険なのは、この重篤な皮膚障害、これ危険とされてます。 で、あと、臓器障害としては肝機能障害、腎機能障害ありますんで、肝機能、腎機能を注意していかなきゃいけないということで、定期的に血液検査するとか、あとは自覚症状としては全身倦怠感、消化器症状、尿量が減った、むくむとかね、まあ、こういったことに気をつけてもらって、臓器障害には気をつけていかなきゃいけないとされてますね。 で、感染性肺炎、こういったものもありますけども、これはですね、肺の状態悪くなりますんで、咳とかですね、風邪のような症状になりますんで、飲んでて咳が続くなとか、風邪のような症状続くなってなった場合は、病院に行ってレントゲンなんか取ってもらうと、感染性肺炎がどうかってわかりますんで、あまりにも風邪のような症状続く時には、受診するようにしていく必要があるということです。 で、それに加えて筋肉障害の黄紋筋誘拐症、あとは血液障害なんかありますんで、筋肉痛ひどくないかなとか、あとは息切れとか動機ですね。それに加えて、青技とかできやすい場合は血球障害ありますんで、そういった場合は血液検査なんかして状態大丈夫かってことを確認するようにしていってください。ということで今回はザイロリックのメリットデメリット確認していきましたが、これらの内容をちゃんと分かってもらった上で、お薬を適切に使えるようになりましょう。それではまた。